お会いに。旗野殿、ようおいでくださりました。このような早朝に、しかも座禅修行中にもかかわらず、まことにご無礼いたしました。いやいや、旗野殿にはいつ何時であろうと妨げはありません。この道場造営のご恩義に対して報いても報いきれぬことと、ひとときも感謝を忘れたことはございません。何度もありがたき。さて、この度の来山、北条時頼殿にはいよいよ下級のことと。その通りにございます。むごい戦でございました。北条家と三浦一族とは、頼朝公挙兵以来縁続きの親しい間柄でございます。しかし昨日の友は今日の敵なれば、矢を打ちかけ刀で切り殺すのが武士の習い。この世の主は地獄でございました。若縁、共に修羅地獄へ参ろうか。はい。私は天下人北条時頼に近づくのではない。苦悩にもがき叫ぶ一人の若者に会いに行くのだ。お師匠様、私もお供させてください。ならん。この度の鎌倉下校は道元この命としてのこと。
江城、そなたの身にもしものことがあってはならんのだ。工事のことしかと頼みましたぞ。時よりだ。永平寺の道元でございます。この度はちとそなたに聞きたいことがあってな。どのようなことでございましょう。お主は僧より聖伝の仏法とやらを持ち帰ったということだが、それはどのようなものだ。釈尊より代々仏祖たちによって連綿と受け継がれてきた釈尊の正しい真の教えです。それではあまたの法門が言ってることと同じではないか。万巻の経典を読み呪文を唱え仏の名を念じても釈尊の教えを得ることはできません。お主の法門では何とする。しかんたざ、ただひたすら座ります。何もせずただ座ることの中にどうして消防などあるのだ。時折殿、それは大海の中にあって水がないというに等しいのです。何？春は花、夏ホトトギス、秋は月、冬雪さえて涼しかりけり。春は花、夏ホトトギス。道元、当たり前のことではないか。いかにも当たり前。あるがまま、あるがままの真実の姿を見ることこそ悟りなのです。座禅は大海の中に水を見ることなのです。ただし自らの仏性を知らねば大海の中に水のあることを知ることはできません。
わからんぞ道元、悟りとは何じゃ、仏性とは何じゃ。幸い今宵は満月、時折殿、庭に出て月を見てみませぬか。月を。見事じゃ。少女を潔白満足無欠、あなたの心の中にある月こそ仏性なのです。天空にあってこその月、自身の中に月なぞ見えぬ。さらに言うなれば、あの満月もやがては欠け滅んでいく定めであろう。時折殿、ご覧ください。時折殿、この月が切れますか。わけもないわ。見事切ったぞ道元。そうでしょうか。もう一度ご覧ください。たとえ雲が月を覆うとも、あるいは天空からその姿を隠すとも、月はないと言ってはなりませぬ。月濡れず、水破れず、月は仏性、水は己。そんなわけもわからぬ問答で、この時折の苦悩は消えぬ。退治はできませぬ。成就するのです。成就。成就とは受け入れ、怨霊の苦しみ、悲しみ、恨みはあなた自身の苦しみ、悲しみ、恨みなのです。その苦悩をすべて受け入れるのです。しかし己のすべてを捨てなければ受け入れることはできず、苦悩が去ることもありません。あなたが右手に権力を握ったその時、あなたは左手に苦しみを握ったのです。この手につかんだ天下を捨て執権職を降りろというのか。執権とは意味軸も権力にとらわれると書きます。このとらわれこそがあらゆる苦しみのもとなのです。時折殿、今こそそのとらわれを捨て去るのです。私が執権を降りたら、たちまちに乱が起こる。国を平安に保つことこそ私の務めなのだ。違うか。
いかに優れたものであっても、武器を持って采配平定した者は永遠の当事者となることはできません。まして己の心が平安ならざる者にどうして国を平安に収められるでしょうか。あなたは救われたい救われたいと願いながら何一つ捨てる勇気がないのだ。言うとな道元、この時よりこのような恥ずかしめを受けし言葉聞いたことがないわ。道元、覚悟の限度あろうな。もとより身を捨て心を捨ててこちらに参っております。ご存分に。悪をなせば悪の報い、善をなせば善の報い。死が訪れる時、政治的権力も親しき人も莫大な財宝も決して自分を助けてはくれません。ただ一人で死んでゆかねばなりません。自分に従いゆくのは自分が生前に成した行為、それだけなのです。道元殿、この地を見てください。
私はこの地にいずこにも負けぬ大寺院を建立します。どうかこの鎌倉にとどまり解散となっていただきたい。そして道元殿の仏法の一大拠点として。お断り申し上げる。何？断ると？私の寺は越前の小さな小さな永平寺です。道元殿、私はあなたに会えてよかった。ではこれにてお別れいたします。春は花、夏ホトトギス、秋は月、冬雪さえて涼しかりけり。